私実はパーマ屋の息子なんです。香川県高松市で今ももう80近くなった父ちゃん母ちゃんパーマ屋やってます。その母からこの間封筒が1枚届きまして、開けたら2万円だったか3万円だったか入ってたんです。で封筒に何て書いてあったかというと、お願いだから政治資金に入れないでって書いてあった。わかります？あんた今忙しそうね、ちょっと痩せてるわよ、肉でも食ってくれんかという母の気持ちだったんだと受け止めました。しかしなぜ母が封筒にそんなことを書くかというと、時々です、本当に何年かに1回、頑張ってるわね、これ使って、本当にもう1万2万くれる時に必ず私個人的にポケットに入れないんです。なぜなら政治家は人様から現金を受け取っちゃいけないということになってるからです。たとえ親でもです。私そこ徹底してきました。仮に母の気持ちが上回った場合には、ちゃんと政治資金収支報告にあげて、親から母からカクカクしかじかの趣旨で1万2万3万預かりましたということを公にする、そのぐらい徹底して今日までやってまいりました。ですから私、裏金の問題はこれ自体けしからんことだと思っていると同時に、こういう政治だからこの社会が、時代がこれだけ変わってるのに社会を正しく変えることができず、その狭間で多くの国民の皆様が矛盾を抱えたり苦しんだり、将来に見通しを持てなかったり、こういう政治が裏金や金券によって放置されてきた。私二重の意味で怒ってるんです。今日はちょっとご意見をいただくのがメインですから、まあ本当に名前を言うのがさすがにはばかられますが、下村博文さん、彼は476万円ポケットに入れてる可能性が高いんですね。でも党員資格停止なんですよ。ちょっと混乱するんですけど、二階さんの側近の武田さんという人がいます。この人2000万円もらってるんですけど、公認されるんですね。お隣千葉には前の官房長官の松野さんという人がいます。この人1000万円もらってるんですけど、公認されるんですね。同じ東京で越智さんという方、お父さんも大臣やってましたけど、この方は80万円しかというと語弊がある、80万円大きなお金ですよ。でも片や2000万1000万もらってて公認され、80万円の人は公認されない。なぜか、勝てるやつは公認するって言ってんですよ。石破さん、勝てねえやつは公認しないって言ってんです。ちょっと筋が違うでしょ。いい悪い善悪をちゃんと国民に対して範を示していただきたいと私は思うんです。結局10人公認しないと言ったって30人公認するんですね。その中には申し上げた2000万もらった人、1000万もらった人含めてみんな込み込みです。比例重複認めるか認めないか、そんなこと国民からしたら知ったこっちゃない。あんたたちのそれは党内の内部の話で、勝手にやってくれっていう話なんです。とにかく悪いことをしたらちゃんとけじめつけてください。本当はね、検察ももうちょっと踏み込むべきじゃないかと私は立場を踏まえると言い過ぎちゃいけないんだけど、3000万以上の人は読んだけど、3000万以下の人は不問に付してますから。それから国税当局も本来税務調査に入るべきだと私は思います。ちゃんと税金払えと。しかしそれもこれも甚だ不十分なまま、今まで逃げ切ろう幕引きを図ろう、見え見えですよね。で、一番正しいことを言ってきたはずの石破さんが結局自分がトップになるとこのざまですから、何も変わらない。そしていよ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 国民にボールが返ってくるわけです。検察にも頑張ってほしかった、国税ももうちょっとやってくれないかと思っていた、自民党なんとかしろ、石破さんどうにかしてくれと多くの国民は思っていた。しかしいよいよここでボールが国民の皆様ご自身にお一人お一人に返ってくることになります。これを不問に付すのか、もう一回死を送るのか、それぞれのご判断。そして繰り返します、野田代表が政治改革を一丁目一番地に挙げられている、私はそれは大事なことだと思います。しかし誤解なく政治改革を進めるのは当たり前のことですから、全くもって出発点に過ぎませんから、まさに真なくば立たず、政治改革によって信頼を再度打ち立てなければなりません。そしてその信頼を原動力にして、一番国民が望んでいるのは、有権者の皆様が願っておられるのは社会の変革ですよね。正しい社会の変革なんです。これからの人口減、そして超高齢化社会、進む少子化、ほころんで傷んだ社会保障制度、莫大な財政赤字、叩き売られる円、そしてそれでも海外への輸入に依存しているこのエネルギーと食料、そして物価が上がる一方で賃金が上がり損ね、上がったのは株価と役員報酬と企業収益と株主の配当だけ、こういう政治が社会が続いたんでは、誰一人この国で安心して将来に見通しを持って生きていくことはできないんです。このパラパラっと拍手ありがとうございます。すいません、この間の総裁選で高市さんが党員並びに国民から大分支持を得
ったみたいで、あの自民党がもしかしたら今度解散して、その時に高市さんがトップになる可能性もあると思うんですが、その場合高市さんの政策と立憲民主党の政策の違いについて伺いたいんですけど、あるいはジェンダー平等、そして、まあ、いわば雇用にしてもジェンダー平等という言葉では片付かないほど女性差別ですよね。障害賃金格差、さまざまな雇用格差、差別ですよ。こうしたものを徹底して解消していきたいし、そして社会的には望めばご夫婦が別の氏、別の姓を名乗れるという、まあ、諸外国では当たり前、日本の歴史をたどってもかつてはそうだった、そういう制度の推進に私どもは努力したいと思っていまして、そうしたことを含めてちょっと高市さんとはお考えが合わない面が多々あるかなと私どもは思っています。しかし多くの国民はもちろん、いわゆる保守的、いわゆる右派的な考えをお持ちの方もそれはいらっしゃるでしょう。それもそれで懐深く受け止めつつですが、私どもとしてはしっかりジェンダー平等、女性政策、差別の解消、こうしたことに一生懸命取り組んでいきたいと思っています。パック先輩もお一言。一言だけ申し上げましょうか。私はですね、高市早苗さん大嫌いです。いや本当大嫌い。あの小池百合子さんも嫌いなんですけども、私はね、彼女たちはむしろジェンダー平等をですね妨げる方に、走ってるんじゃないかと思うんですね。でよくね、自民党の中で苦労されたんですよ。で自民党の中で女性が生き抜いていくにはものすごいね、ハラスメント含めて、差別含めて苦労する中でやってきたから、その間に身についてしまったと思うんですね。大変残念なことですけども、私は、まあ、次の総理の可能性ということで高市さん、おっしゃったんだと思うんですけども、それは絶対阻止しなければいけないと思っております。他にいかがでしょう、どなたでもどうぞ。ちょっと多少厳しい意見言いますけども、あの前回2021年野党共闘が進んで、あのもうちょっと立憲民主党議席増えるかと思ったんですけれども、まあ、今回前回よりも自民党マイナス面があるんですけども、まあ、ここの選挙区でも野党が乱立してて、どうにかこう選挙区の調整っていうのができないのかっていうのを一つお聞きしたいんですけれども。私は特定の政党を支持していません。それでも何年か前の小川淳也さんの映画を2本とも見させていただいて、それをきっかけにあの有楽町にも伺わせていただきました。本も買いましたなんて。でその勢いで、2021年の選挙も阿久津さんの応援を言ったんですけれども、常盤台のロータリーの大きいところは共産党が陣取ってて、ああこれはたまたま1回だけかもしれないと思って、近所の商店街でも演説なさるっていうんで聞いたんですけど、真っ暗な商店街で誰もいないところでおねりのように歩いてるだけで、ちょっと正直やっぱりがっかりして、うーんって。だからやっぱり票を開けたら相手方の有力候補は12万票で、阿久津さんは8万票台で、共産党さんと足しても勝てない。21年、すっごく悔しかったです。で、それでも、まあ、あの政治への関心は小川さんのおかげで続いていて、板橋区 の、 あの都知事選の集会も行かせていただきました。長妻さんや辻元さんのお話も聞けて、そして共産党さんとも一緒に応援していました。それでも今回の都知事選もなかなか旋風が起きなかった。で今回もこの区はすごくニュースでも取り上げられてて注目されてると思います。ただやっぱり維新も立ってる、共産も立ってる、どうなんでしょう。21年の時と比べてどう、あの選挙の作戦とか、あの阿久津カラーを出す秘密のなんか奥の手とかがあるのか、巻き返せるのか、そのあたりの、心づもりをどうか聞かせてください。応援したいので言ってます。よろしくお願いします。本当にあの心して、はい、あの映画も拝見くださったそうでありがとうございます。もうみっともないシーンばかりで本当にお恥ずかしい限りなんですが、とにかく初心だけは大事に、あのおかげさまで今日まで、それこそぶれずに、あの揺れずに頑張ってきています。そして野党共闘を含めて前回も、またぜひ今回も阿久津さんにご期待をいただきたいと思っているんですが、野党共闘というのは実はきっかけは2015年、亡くなった安倍さんが安保法制を無理やり仕掛けたことが一つの大きなきっかけでした。そしてそれまで共産党さん含めてなかなか野党は独自路線だったんですが、
みんなで協力しようじゃないかという機運が盛り上がり、そして翌16年の参議院選挙で全1人区で一本化するということに成功し、その前は1人区で2つしか勝てなかったのが、その時は11個勝ったんですね。当時共産党さんにお譲りをした選挙区はなんと私の地元香川だったんです。当時私の支持者からはとっても叱られました。もうポスト外してくれ、献金やめた、ものすごく叱られました。でも信念というか確信を当時持ってました。それは野党に当然いろんな主張があるんですが、とにかくみんなで一本化して、少なくとも選挙区調整ちゃんとやらないと、自民党と公明党は必ず一本化してきますからね。自民党と公明党両方立ってる選挙区ないじゃないですか。やっぱり野党がお互いに譲り合って、でしかもそれが何のためかなんです。私はこれから野党に今一番足りなくて、これから絶対必要だと思っているのは政権への執念なんです。なんだか正しいこと言ってるとか、自分たちの考え気持ちいいこと言ってるで済ませちゃダメなんです。なんとしても政権にたどり着いて、そして社会の矛盾不条理を解消し、少しでも国民と共に前に進むんだという決意なり執念がないと、話し合いの余すがが生まれないんですね。とっかかりが生まれないんです。そこから初めてお互いに理解し合ったり譲り合ったりという機運が生まれていくわけです。したがってあれから8年、途中紆余曲折いろいろありました。うまくいったこともあれば、そうでないこともある。そして今回に関して申し上げますと、みんなで一生懸命努力してます。ものすごく汗をかき誠意を尽くし、まだ新体制ができて2週間ですが、みんなで努力してます。ただ状況が簡単じゃない、容易じゃない、極めて複雑に絡み合ってる。そのことは率直に認めた上で、いずれと言えばいいのか、直ちにと言えばいいのか、早急にと言えばいいのか、必ず野党が協調協力できる体制というのはもう一回作り直していきたいと固く心に誓っています。そして今回も努力します。しかし公示まで1週間、今回仮にです、形に答えを仮に出すに及ばなかった場合、何としてもお願いしたいのは、受け皿の骨格は野党第一党ですから、自民党がダメだとがっかりした時に、その受け皿の主体になるべきは野党第一党ですから。それはあの野党が好き、この野党がいい、いろいろあるでしょう、いろいろあるでしょうが、どうぞ選挙が始まったら阿久津さんに、立憲民主党に投票集中をお願いしたい。野党第一党に有権者の側からも声を上げていただきたいんです。野党まとまれと、みんなで力を合わせろと、独自の主張に埋もれちゃダメだと、そういう声を有権者の側から上げていただくためにも、ぜひ阿久津さんに、そして立憲民主党に投票集中を、選挙が始まったら大いに呼びかけていきたいと思っていますので、どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。あの七夕の都知事選で、あの蓮舫さんのすごい応援をしてて、あの、まあ、党員ということもありましてね、ボランティアセンターとかでも随分中野の通ったりとかで電話かけとかやったんですけど、いまだにあの結果納得できないんですね。納得できない方が都知事にまたなってるから。蓮舫さんって演説がものすごく素晴らしくて、もうすごく盛り上がってたんですよ。あの街頭演説のね、蓮舫さんの場所本当にね、あの感動的で涙流しちゃうぐらい良かったんです。なのに結果があれじゃないですか。それであの結局無党派層を取り込むのが、まあ、正直うまくなかったというあの、まあ、原因があの、まあ、出ているわけですよね。で今回はあのそのなんていうんですかね、反省を踏まえて、あの党としては無党派層の取り込みをどのように考えていらっしゃるのか、ちょっとあの私も心配なのでね、あの分かるというかお話しできる範囲でいいので教えてもらいます。無党派対策です、お願いします。じゃあ続いてどうぞ、はい、あ、すいません、どうも、まあ、先ほどから小川さんの方で、農業関係、特に最近こう田舎に行きましても、腰の曲がった人がみんな農業してる。あ、これではいかんと。都知事選は本当にお世話になりました。みんなで一生懸命頑張ったんですが、及びませんでした。ただ私ども蓮舫候補、当時の蓮舫候補に非常に大きな魅力と存在感があったことはもう紛れもない事実なんです。それは昨日今日始まった話ではなくて、国会におられた時、あるいはその前のさまざまな活動をしておられた時からそうなんですよね。あのすごく存在感の強い大きな方です。ところが結果においてああいう形を突きつけられるにあたって、やっぱり私どもはあの時痛切に感じたのは、既成政党、与党も野党もなくです、既成政党に対して今有権者の厳しい視線が注がれていると。それは自民党もあんたたち野党も同じだよと、そういう現実を感じてはいましたが、まざまざと突きつけられる思いでした。したがって自民党の変革を求める野党の役割があると同時に、あんたたち自身が、自分たち自身が変わっていく努力をしないと有権者としてはとても満足できませんよ、というそのメッセージをしかと受け取りたいと思っています。そしてあの反省の上に立ってというお尋ねに対して、
どこまで真正面からお答えできるか、私も確信まで至らないんですが、例えば一つとっても野田代表が、この中堅若手にまだカウントされている小川君、幹事長として僕を支えてくれるかという野田代表の決断一つとっても、ある種規制政党、これまで見た風景を脱皮していこうという野田代表の一つの決意であり覚悟だと受け止めており、それも責任重いんですが、なんとかそのご期待やご信頼に応えていきたい。全体として党を、もちろん代表が持っておられる経験とか安定感、これはもう抜群のものがあります。しかしそこにもしないものがあるとすれば、私たち新しい世代の94年に社会に出たんです。バブルは崩壊していました。就職氷河期、ロスジェネの先頭世代です。それから30年、一度も本格的な好景気を経験したことありません。だからこそ社会の行く末をシビアに見据えて、どうやって社会を持続可能なものにちゃんとモデルチェンジしていくのかという新しい世代なりの感覚や価値観を持っています。こうしたことをうまく組み合わせることで、ベストなバランス、ベストなミックスで党を既成政党に飽き足らないと思っていらっしゃる皆様も含めて、訴求力を持ったものに変えていきたいし、その存在感や価値観がやがては具体的な政策としてもっともっと皆様の目の前に現れてくるはずですから、そうした努力をすることを通して、都知事選の時に十分期待に応えられなかったその思いにぜひお応えをしていく努力、べく努力をしていきたい、そう思っております。あの農業は徹底的に応援しますので、これね、またもうちょっと時間のある時に詳しく言いたいんですけど、とにかく方法は2つなんです。高い関税かけて安い外国産品が入らないようにして、国内の国産の農産品を高く価格維持して農家が儲かるようにするか、あるいは今の時代関税だんだん引き下げざるを得なくなってるんですね。そうすると安い外国産品入ってきますから、国内の農産品はどうしたって競争力に欠けるんですよ。私ね、カリフォルニア米を作ってる農場を見に行ったことあるんです。もう地平線の先まで水田なんです。これどうやって田植えするんですかっておじさんに聞きました、農家のおじさんに。そしたら、田植えなんてするもんか、飛行機で揉みまくんだよって言うんですね。これはもうとてもじゃないがかなわないと思いました。で、そういう農産品とこの狭い国土で互角勝負することは直ちにはできません。もちろん品質はいいですよ、日本の農産品は品質はいい。しかしこれからは関税を引き下げざるを得ないんであれば、農家がちゃんと食べていけるように、漁師さんがちゃんと食べていけるように、所得保障という形で抜本的に応援をしていくことで、国産品を増やし、場合によっては輸出をし、非常時には国内の備蓄となる、これこそが食料の安全保障でもある。そうしたバランスの取れた農政に必ず変えていきたいと思っていますので、ぜひご期待をいただきたいと思います。私実は青空、対話集会今回初めてなんですけども、面白いですね。To be continued にしたいというふうに思います。それでちょっと私の方からもうほとんど付け加えることないんですけども、選択的夫婦別姓一言だけ申し上げればですね、私高市早苗さんさっき嫌いって言いましたよね。なぜ嫌いかっていうとね、通称でこれもできるあれもできるっていうんですよ。でそういうことじゃなくてね、これはね、男性にとっても女性にとってもね、人権の問題なんですよ。だから人権尊重するためにはね、選択的夫婦別姓当たり前の話、これも公約に入れております。